また君か。夢の中の存在は私の命令通りに動くのか気になるな。自分自身に気を使えってこと？面白いな。設計者が君を作ったのかな。君は私のそういう部分なのか。なるほど。君がなぜここにいるのか考えている。叱るって？もうちょっと具体的に話してくれるかな。私は一体何をしているんだか。兄さんの言葉通りだ。私は自分自身に執着する傾向がある。自分で自分を定義しようというのか。君が夢に出てくるとストレスを感じる。もちろんそうだと思う。すまない。今はちょっと調子が良くないんだ。何度も昔の記憶を、自分が決めた決定について思い出してしまう。難しい話だ。兄さんと最後に話してから数百年の時が過ぎた。いや、兄さんは必要ない。この蝶がいるから。この蝶は兄さんと違って私をイライラさせない。あれ、どこだ？蝶はどこに行ってしまったんだ。